はいどうも、ソンさんチャンネル、ソンさんです。ということで、今回はディスクロードバイクの洗車と、あと給油を実際にやっていこうと思います。で、その前に私が扱うロードバイクの洗車の上での道具というのをちょっとご紹介しようかなと思います。ただこれは、まあ、人によってね、使うもの様々ですし、やり方もね、順番とか結構様々だと思います。なので、まあ、私は、ソノさんはこうやってるという参考程度に見ていただければと思います。結構ね使うものをこのぐらいですか、あちょこちょことあります。ちょっとルンバ映っちゃってますけど、まずは古い油を落とすための道具、チェーンクリーナーですね。ワコーズさんのこれを使われる方多いと思うんですけれども、今回私が使うのはこちらです。パーツディグリーザー。はい。これで、油の汚れを落としていこうと思います。なぜこっちを選ぶのかっていうとね、コスパがいいんですよ、結局。チェーンクリーナーって、まあ、ちゃんと清掃で使ってしまうと、4回、5回使えるかなぐらいで1本なくなっちゃうんですが、パーツディグリーザーって本当にちょっとの量で、車体1個丸々できちゃうので、まあ、コスパを考えるとこっちの方がいいのかなというふうに思います。で、油を落とすときに使う、まあ、ハケブラシなどなんですが、まあ、このぐらい、まず、このパーツディグリーザーを塗り広げるためのハケです。これでね、パーツいろんなところに塗り広げていくっていう感じですね。で、塗り広げた後のブラッシング、ガシャガシャと汚れを落とす用のブラシです。100均のねこういうブラシでも十分です。ちょっと固めのブラシの方が最初はいいと思います。最初ブラッシングはね。で、仕上げのブラッシングはこちらです。これはチェーンクリーナーを買うとこうやってついてくるんですよ。なんでまあ最低でも1本買ってこのブラシだけゲットするっていうのもありかなとは思います。これ使いやすいですね。で、汚れを完全に落とすために使うのがみんな大好きフォーミングマルチクリーナーです。水なし簡単洗浄ができるものですね。まあ一戸建てで暮らしていてお庭にね水道とかがある方は全然それでいいと思うんですけれども、私のようにマンション暮らしで、まあ水がねそう簡単に使えないよという方はこれ本当に便利だと思います。で、完全に汚れをですね落としきった後、油を刺すんですけれども、一滴一滴ねこう落とすタイプの給油をする方もいると思うんですが、私ねこれ買ってまだ使い切ってないので、私はワコーズのチェーンルブで今回は給油をしていこうと思います。加えて各パーツの滑りを良くするためにラステネをちょこちょこ打っていこうというものですね。まあ、これで、まあ、洗車と給油というのは基本的にできる状態なんですが、加えて、私の場合はこれを用意しておいた方がいいというのがあります。一つは、まあ、紙コップでもプラコップでも何でもいいんですが、こういうやつを用意しておいてパーツディグリーザーの中に入れて、でここからこうハケでねペチャ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 ってやるための、まあ、容器ですね。で、これが肝になるんですが、100均で売っているビニール袋と輪ゴム2個、これがあるとものすごく安心ができます。どういうことかちょっと設置してみますね。前の動画で語ったように、このブレーキパッドが入っている部分、このキャリパー部分、ここに余分な成分をあまり入れたくないっていうのと、油は絶対に入れたくないというね、ものなんですが、ここを、洗浄とかここら辺をねガシャガシャとやっていくときに油がやっぱり飛んで入ってしまうのが怖いんですよ。なのでこの100均で売ってるビニール袋、これをですね1枚出して、このビニール袋でこのキャリパー部分を覆っちゃうんですよ。こうやって私の場合はね、もうこのエンドごと言ってしまいますが、でこういう風に巻きつけて輪ゴムで止めちゃいます。こうするとどうやったってここに直接油とかが入ることがない状態が作れるんですね。これを前後ともにやっておけば気にせず洗浄ができるし給油ができるので、ビニール袋と輪ゴム用意しておくのは私はすごくいいと思います。
ということで、どういう道具を使うのかっていうのを平たくね、ちょっとざっくりご紹介させていただきました。ここから洗車をしていきましょう。ここではちょっとできないので場所を移します。では実際の洗車映像になるんですが、まずこのパーツディグリーザーを使ってですね、汚れにまつわるところを塗っていくという感じになります。出す量としてはこのぐらいですね。本当にちょっとの量で車体1個軽々できてしまいます。で、多く出してしまっても残ったやつっていうのは容器に戻せないので、少なめに出して足りなかったらちょっとずつ足すというふうに使うのがベストだと思います。で、塗る部分に関しては前後のディレイラー、あとクランク、チェーンで、あとペダルもですね、結構汚れがたまるので、塗っていって大丈夫です。フレーム自体にはダメージを与えるものではありませんので、フレームに当たってしまっても特に問題はありません。ディスクブレーキの場合はブレーキのキャリパー部分などには塗らないんですけれども、リムブレーキの場合はブレーキ部分にも結構汚れたまっておりますので、塗ってしまって大丈夫だと思います。で、この洗車自体本当は部屋の中でできるような内容のものになるんですけれども、我が家はですね、1歳になりたての娘がおりまして、ワコーズさんは匂いとかね、結構抑えめに全部こういう洗車の材料など作ってくださっているんですが、少なからずやっぱり匂いがするんですね。ということは少量ではありながら何か空気中に飛沫が飛んでいるということになるので、まあ、1歳の娘がねいる状態でそれはどうなのかというのがあって、いつもお外、まあ、ベランダとかも含めてね外でやるようにしています。で、このパーツディグリーザーの仕事っていうのは汚れを柔らかくするというのが仕事です。まあ、油にね砂利であったりホコリがついて癒着固着してしまっているのを柔らかくするという仕事なので、これでゴシゴシ、擦るということはしなくても大丈夫です。汚れに浸透させるというふうにしていただければと思います。で、次にブラッシングですね。硬い方のまずブラシを使ってブラッシングをしていきます。で、このブラシがやるべき仕事っていうのは、さっきのディグリーザーが汚れを柔らかくしてくれているので、その汚れにですね刺激を与えて細かく粉砕するというようなイメージです。なので、まあ、塗ったところ全般的は触っていった方がいいですね。で、結構しつこく細かくブラッシングしてしまった方がいいです。その方が後々の作業も楽になっていきます。ディレイラー周りとかね、結構ブラシが入りにくいところもありますので、ディレイラー自体をこう動かしながらね、細かいところにブラシの先端が入るようにつついてつついてゴシゴシと当てていっていただければと思います。で、ブラシの素材よりもディレイラーとかの素材の方が基本的に硬いので、傷がつくというふうにあまり考えずにゴシゴシとね、ガシガシと当てていってしまった方がいいと思います。で、プーリーなんかはね、回しながら、まあ、擦るというよりは当てるというふうにすれば結構きれいになっていくので、で、自分の中で、まあ、一周ねディレイラーやってクランクやってチェーンやって OK かなとなんとなく判断をしてから、プラスもう一周頭からブラッシングし直すっていう風にすると結構いい塩梅になります。まあ、最初の判断っていうのがね、やっぱり私もそうですが素人判断なので、まあ、プロから言わせると、んまだまだですよって言われる可能性があるんですよね。まあ、プロを目指す必要はないんですけれども、どうせやるんだったらね、綺麗にしたいので結構しつこめにやっていただければと思います。さあ、仕上げのブラッシングですね。2個目のブラシなんですが、これもさっき固めのブラシで触ったところを全部触り直すという感じになります。
で、このクランクの裏とかがね結構やりにくいところもあるんですけれども、ここら辺はね細かくこだわってやった方がいいですね。汚れ溜まりやすい上に落としにくいというのもあるので、まあ時間をかけてここでこだわっていかにやるかで、仕上げの綺麗さというのは変わってきます。で、この2個目のブラシのやるべき仕事というのは、1個目のブラシで細かく粉砕した油汚れをかき出すというのが仕事のイメージですね。なのでここは結構ね、この2個目のブラシはこっちの方が時間かけてやった方がいいのかなというイメージがあります。チェーンもね全体的にゴシゴシってやるのも大事なんですが、一コマ一コマチェーンのねコマを回すというつもりで回していっていただければと思います。で、このチェーンをちょっとねじったりして砂のジャリジャリっていうようなジャリジャリ感がなくなったら綺麗にできているという証拠になります。で、次にフォーミングマルチクリーナーかけていってるんですが、実はこれかける前に本当はブラッシング終わった後にね、汚れが表に出てきているので、それを汚れてもいいウエスなんかで、拭き取ってからフォーミングマルチクリーナーをかけてください。私はね、ちょっと暑さのせいかぼーっとしてその工程を無視しちゃってるんですけどその方がねちゃんと拭いてからフォーミングマルチクリーナーかけた方が綺麗になりますので、ぜひ皆さんはその工程でやっていただければと思います。で、この拭き取る作業、ここをね、またこだわってやるとやった分だけ綺麗になりますので、時間かけてね細かいところにもウエスが入っていくように拭いていただければと思います。ディレイラー周りはね本当にね汚れがたまりやすいし、ここが汚れてるとねちょっと格好悪く見えてしまうので、細かく細かく拭いていきましょう。このフロントのディレイラーの内側とかがね結構拭くの大変なんですが、ウエスをうまいこと通してね、擦り上げてあげれば綺麗になりますので、このクランクの裏とかもですね、普通には拭けないのでちょっとウエスを後ろからこう通すようなイメージで拭いていっていただければと思います。裏とかねこの辺もね、まあ、見えはしないんですけれども、まあ拭いて綺麗にしてあげた方が持ち主である我々はねテンションが上がりますので。で、チェーンはね基本的に汚れが内側に入っていることが多いので、ちょっと強くつまみながらコマを回す感じで拭いていってあげればと思います。で、フォーミングマルチクリーナーちょっと1本ね、何回も使っていたのもあってなくなりかけていたので、もう最後はチェーンにふんだんに使ってやろうと思って使っています。下で受けながらねこう振りかけて、で、出てきた汚れを拭き取るっていう感じですね。いい感じに銀ピカになってきましたね。で、最後にもう一度チェーンをねじってみて、ジャリジャリという音がしないかどうか確認して、うん、ならなければ完了です。で、続きましてスプロケットの洗浄なんですけれども、やることは同じです。まずディグリーザーをね、塗りつけていって汚れを柔らかくします。で、ディグリーザー残っててもしょうがないので、ちょっと余ってるなと思ったらここで全部使い切っちゃってください。で、硬い方のブラシで汚れを細かく粉砕していくという感じですね。で、次に仕上げのブラシで汚れをかき出していきます。
ところどころね、ちょっと私の汗が滴っていると思うんですけど、すごく暑かったんですよ、この日も。35度ですか、猛暑日って言われる日で。本当だったらね、クーラーとか効いてる部屋の中でやりたいんですがね、最初に話した通り、ちょっと娘の関係もあってできないので外でやっておりますが。で、フォーミングマルチクリーナー、吹きかける前に皆さんは一度拭いていただければと思います、汚れたあの油とかをね。邪魔臭くなったってわけじゃないんですけどね、すっかりね、その工程が頭から抜けちゃってましたね。でスプロケットがやっぱり銀色でね、ピカピカに光っていると、なんか気持ちもいいし綺麗に見えるので、ちょっとここはね、時間かけて私はやっちゃってるんですけども。で全体的に拭いてあげて、でこれ拭いてる時にこのプラスチックのガードがね、ちょっと取れちゃったので、もうこれを機に外しちゃおうかなと思って外してしまいました。でね、この一コマ一コマね、スプロケットの間に入れて拭くのがね、私ね苦手なんですよ。あの映像では伝わらないかもしれませんが、これ結構ね、実は相当イライラしてます。皆さんはね、イライラせずに、慎重に一コマずつやっていただければと思います。はい、綺麗になりました。あ、綺麗ですね、銀色で。で、ホイールですが、まあ本当に私はホイールは簡単にしかやらないですね。側面のリム部分ですか、あ、ここをきれいに拭いて、スポークを適当にね、1本ずつ拭いて、おしまいです。さあ次に給油をしていきましょう。今回私が使うのはこのチェーンルブというものですね、ワコーズさんのものですが、でこれ中にいろんな成分が含まれているそうなんですね、まあ、その自転車にいい成分が。ただこれ振らないとそれがうまく混ざり合わないので、使う前にはよく振ってください。で毎回吹きかける前に軽く振っちゃうのがいいですね。で一コマ一コマ狙いながら一気にかけていきます。で余分に油がついていると、その油に砂、砂利がついたりホコリがついたりして汚れの塊になっていってしまうので、余分な部分は、油はね、拭き取っていきましょう。両サイドを軽くつまんで回す。でウエストを上に軽く当てて回す。で下からも軽く当てて回すっていう感じですね。取りすぎちゃうとね、せっかくついた油がなくなってしまうので、やりすぎには注意してください。で最後にラスペネを打っていきます。これはあのチェーン以外の稼働する部分に、基本的には打っていっていただければと思います。まあ、油を刺すって昔から言いますが、こういう作業のことを言うんでしょうね。クランク周りもそうですし、ペダルもそうです。でこのラスペネ、すごい偉い性能があって、もし中に水が、部品の中に水が入っていても、その水を押し出してラスペネが定着するようになってくれてるんですね。あ、ちなみにラスペネは振らなくてもいいです、そのまま使ってください。で、同じですね、余分な油がついていると汚れの原因になりますので、部品の中にさえ浸透していればいいので、表面はすべて拭いていってください。で、スプロケットには給油はしなくていいので、これで、洗車と給油は完了です。はい、お疲れ様でした。ちょっとまだ実は終わってないんですよ。いや、っていうのが、暑すぎて、外でやるのが、あまりにも暑くてね、もうちょっとぼーっとしてきてしまったので、これまずいなと思って、最後の工程、新しい油を給油したチェーンのね、この油をスプロケットに、移すというのはもう室内でやろうと思って帰ってきました。なので、まず、後輪の準備しましょう。はい、先ほど、ブレーキローターを外した後輪です。いやー、スプロケットがすごい綺麗な感じになってますね。うん、油汚れもね、やっぱりおついてない、さすがちゃんと洗浄できてる感じがします。じゃ あブレーキローターこっちにつけていきます。よいしょ、つけていきましょう。はい、こういう感じですね。で、先ほど外したロックリングですね、これをつけていきます。
こうやって戻せる範囲をね、手でこう戻して工具で締めていきます。これトルク結構きつめに閉じてくださいってなってるんですね。なのでふーって閉じ終わった後に、あ、硬いなと思ったら、そこからガクガクンってちょっとね、なんて言うんでしょう、ゴツゴツ当たる感覚があるんですね。こんな感じかな。はい、で氷につけていきます。後輪のスプロケットへのここですね、油は刺さなくていいので、このチェーンについてる油をですね、回しながら移していってあげる感じですよね。では本当にお疲れ様でした。これで洗車特急一応終わりになります。動画の中で、古い油をですね、ブラッシングで落とした後すぐに、フォーミングマルチクリーナーかけちゃってたんですが、本当はね、古い油を拭き取ってから、あ、フォーミングマルチクリーナーをかけていただきたいです。私があれはちょっと間違えました。というのがね、本当にもう暑くてボーっとしちゃってね、何も考えてなかった感じがします。あそこだけ注意していただければなと。あとはまあ大体は同じだと思いますので、そんなに難しくはないかなというところです。最後に、洗車給油についての私のコツを改めて、言っておきたいのが、洗車給油というのはこまめにするのが一番いいと思います。月に1回、遅くても2ヶ月に1回ぐらいのペースで洗車給油をしておけば、結構1回1回が楽に済みます。これが半年とかね、1年に1回とかだと、もう油汚れとか砂砂利の汚れがこびりついてしまって、なかなか取れなくなってしまうので、まあ定期的にやるのが一番のコツかなと思います。ぐらいだと思うので、じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。